キングイエティザワンパウンダー。ワンパウンダーだからね。マックにあったのがクォーターパウンダーでしょ？ハーフのハーフでしょ？クォーター。マックの4倍？クォーターパウンダーだって確か800円か900円ぐらいしたような気がするね。なんと、バーガーキングだとワンパウンダーで2190円。ちょっと行ってみてもいいけどな。こういう配信してる限りでは。食う動画も上げるか？ゲーム関係ねえけど。1500円でランチ食い放題行った方がお得だ。そらそうだ。だって、ガッツオールが1900円で食い放題だよ。いいと思うよ。ゲーム実況者だって別のことをして雑談の。じゃあこれ明日ちょっと買って食ってみる？というわけで、キングイエティワンパウンドバーガー。セット2400。いくらだっけ？ね。ガッツオール1回分。この一発ですよ。でかいはでかいな。買ったものだけに配られるこの称号キングイエティね。この1個が温野菜1回分、ガッツオール1回分、ネギシ2回分、2回いけねえな、 1.5 回分ですから。さあ開けてみますよ。うわこれはぐしゃぐしゃ、すげえ。いやー買っちゃったよ。2400円。肉がほらはみ出てる、はみ出てますよ。何枚？4枚だっけ。1、2、見えない、下に2枚入ってる。ほぼ肉の味しかしねえんじゃないこれ。じゃあ食べましょう。あーいい、まあこのポテトね、何気にね、このポテトとコーラってね、まじバーガーキングの真骨頂かもしんない。それで行きましょう。汚れそうだな。そう。この、口じゃいけなさそうな感じだな。よし。あ、食べるね、もう。もう。肉しか食ってねえよ。もう肉だよ、肉。ああ、米食いて、パンに届いてないんだもん。あ、玉ねぎ来た、うめえ。でもまだ、もう、パティに入っていません。まあ、すげえ。まあ、ハンバーグの味しかしねえ。ソースとか玉ねぎ追いついてないよ。これがいいんだよ。ジャンキーの食ってるなっていうのがいいんだよ。それを感じれればいいんだよ。こんなの経験できないよ。逆に2490円でこれを体験できるっていうのはいいかもしれないね。めっちゃ肉。もう自分へのご褒美でいいの食う日やるけど、ご褒美ってレベルじゃねえぞ。ご褒美ってレベルじゃねえぞ。すげえな、マジで。自分でカスタマイズしながら食った方がいいかもしれない。はい、からしマヨ。どうやってつける？ほら、これもうバーガーだから。ハンバーグだから。もうこれが。はい、というわけで、2490円、キングイエティワンパウンダーセット、いただきました。もう肉がすごすぎて、野菜が追いついてなくて、マヨネーズとかそういう味もね、もうほぼ肉。とにかく肉。ハンバーガー1個でさ、
ここまでの満足初めてだよ。もうとにかく肉食いてって人は焼肉食べ放題とか行かずにこれを食えばもう肉だから、肉肉。あとはもう俺だったらテイクアウトにして味をちょっと変えて、最初にその肉感をうわーすごいイエティだっていうのを感じたら、あとは分けて食べやすいようにして、でマヨネーズなり、チリソースなり自分で好みのやつを変えてって食ってみてもいいですね。あと玉ねぎとか足したりとか、トマト入れてみたりとか、それで2人で食ったらいいんじゃないでしょうか。そしたらちょうどいいかもしれないね。もうとにかく肉だった。でも本当に最初の一口目のインパクトのためのやつですね。でこのポテトとコーラをガッて飲んで、ジャンク食ってるぜ俺のやつでした。キングイエティ。